よいしょ。音大丈夫ですか。ごめんなさい、ちょっと開始一切聞こえてないんで、音大丈夫でしょうか。とアベマ放送開始して、あ、大丈夫ですか。まず朝一、8時40分の抽選に受けまして、朝8時40分の抽選行きまして13番取りまして、前日閉店 AT 雨の置き時打って、チャンスゾーンでも何でもなく5000円負けまして、あ、違う、4000円負けて、マジハロの朝一リセットを見たかったんで、朝一マジハロ4台カニ歩きして、多分前代リセットはかかってたんですけど、ま、カボチャンス入らずで、漫画コーナーでハイスクールオブザデッドを1巻から7巻まで読んで、ブラッドプラスを何でしたっけ、1巻から4巻まで読んで、計11冊とりあえず今読みました。店長さん、もし見てたらブラッドプラスの追加4巻以降がもしあるのであればよろしくお願いします。基本的にそうですね、今日はもう基本的にずっと漫画読んでました。で、これが、あ、休憩解除しないと、すいません。海物語の桃太郎電鉄99分の1ですね。で、当たったら ST、 各編 100% の時短がその後25回転か50回転か100回転ついてくるタイプです。よいしょ、ちょっと休憩解除したら打ち始めますね。あ、ブラッドプラスはアニメと漫画だいぶ違うんですね。あ、こんにちは。今シューマイ大先生が来てくださりまして、なんとお水の差し入れをいただきました。ありがとうございます。ともう一人いるんですが、なんか恥ずかしがって何も話しかけてくださらなかったんで、とりあえず寂しいです。今の収支はなんで残金が残り1万5000円と、パッキン、現金が1万円、パッキンカードに5000円入ってて、チョ玉が400枚ちょっとで、夜ご飯は今日朝ごはんと昼ごはん食べてないんで、漫画読んでたらいい時間になっちゃったんで、明日の夜ぐらいまではご飯持ちます。今日はパッキンカードなくしてないんで、とりあえず、あ、休憩解除してくださってた、ありがとうございます。とりあえず500円目で、今現在64回転で、旗当たりが4回、各辺継続が2回で、計6回の大当たりですね。とりあえず音、で、とりあえず打ってきます。時々やめろって言われたんですけど、ちょっと前日リセットやめだったんで、どうしても打ちたくて、今日の夜はとりあえずこの後マットを買いたいんですよ。段ボールで寝たら相当腰痛くて、まあ、段ボール目指して頑張ろうとは思います。あ、段ボールじゃないや、ごめんなさい、マット目指して。今日はマスクドさんいないです。ツイッターいつ復活するんですかね、わかんないです。とりあえずツイッターにヘルプは出しました。3000円は自業自得で OK です。はい、完全に落としました。新台導入の間は僕いますんで、9月5日にブラッドプラスとか入るんですね。あ、フォローを送って滅ばしたいんですけど、ちょっと今フォローとか一切できてなくて、すいません、なんかツイッターの操作自体ができないみたいな感じで。あ、水キングさん、こんにちは。ボーダー20ぐらい、まあ、まあ、まあまあまあ、あんまり気にせず当たれやいいんだと思いながら。できるようになって、はい、すいません、ツイッターなんか凍結ってロックされてるのか分かんないんですけど、今一切なんか操作できないんですよ。ちょっと困って困って、
ちょっと家の鍵ちゃんとしまおう。すいません、ちょっと家の鍵しまいます。家の鍵を落とすとやばいんで。あ、新機種出る前に自分で巨大、え、僕が自分で出すんですか。え、本当にそうなんすか。僕なんすか。あ、うさちゃんチャイフはあります、大丈夫です。ツイッター、あ、ツイッターパソコンでも起動したんですけどちょっとダメだったんですよ。ディレクターマスクロさんなんでしょうけどね。あ、ツイッター登録したメアドがあったんで、なんかポチポチやってたらメアド変えれば治るよみたいなあれがあったんで、メアドを会社用のメアドに変えたのになんか治んないっていうよくわかんない出来事がありまして、花花、いや沖だ、やべえ、500円なくなる、やばい、普通に500円なくなる。大丈夫でしょうか、大丈夫でしょうか。すいません、あれです、ちょっと店内の Wi-Fi が途切れちゃってすいません。よいしょ、まあまあ良さそうな台なんで、とりあえずはまだ今1000円目入れます。昨日はカップラーメン3個、カップラーメン2個とカップうどん1個と、なんだろう、カレーピラフ2個とエビピラフ2個。あ、これそうです、運営も自分なんですいません、ちょっとバタバタしちゃってて、これ1台目です。朝一は一応マジハロ4台と、あ、リーチかかった、当たんないかな。あ、けどまだご飯は、僕はまだエビピラフしか食べてないです。あ、そうです、あと扇風機取りました。あ、頑張ります、ありがとうございます。そうですね、今日から景品で冷蔵庫が入ったんで頑張ります、それ取りたいですね。あ、そうですね、簡単には当たらないんですけど、500円だけで、そうです、もうヒリヒリしてるんで、昨日3000円なくしたんで、冷蔵庫を何枚か見てないです、すいません。ちょっと冷蔵庫どころか漫画に夢中で、すいません。ケトル入ったら取りますよ。あとは今日なんかシューマイ大先生がいて、マット変えんのって言われたんですよ。ちょっとマット変えるようになったら車出してあげるよって言われたんで、はい、やべえ、ちょっと待って、もうなくなる。ケトル欲しい。あ、冷蔵庫の納豆、僕納豆あんまり食べないんで大丈夫です。そうですね、ベルシティさんで僕生活してるんで、もうあと30日だから29日あるんで、結構いいですよこの台。朝から、まあ、置き時終わったらこれ試し打ち、うお、びっくりした。あと3万円はまだ使ってないです。あと1万隣空いてますか。隣空いてます、隣空いてますよ、隣空いてますよ、隣空いてます。美咲先生が遊びに来てくださりました。打ってかれるんですか。え、打ってかれるんですか。打たないです、だったら怒られるでしょ。
だいぶ打ちますか。だいぶ打ちますか。大打ち？だいやだいぶ打ちますか。長時間打ちます。打たない。なんで？やめた方がいい。いやカメラ移動させようかなって。あまあちょっとだけ打つ。あ、ありました。これガチだから。ガチだから。わかりました。回んなかったらすぐやめっから。ガチじゃないですか。ガチ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 。ガチ。これあげる T シャツ。あ、本当ですか。ありがとうございます。差し入れ。美咲さんから T シャツいただきました。美咲さんの名前入りですよ。近間美咲って。この QR コードを読み込むと何に飛ぶんですか。それね、俺のツイッターとかが出てくる。すいません、ありがとうございます。パジャマに使って。ありがとうございます。これ1個で僕寝れますからね。ごめんなさい、ちょっと僕の場合カメラ移動させる。それはしょうがねえじゃん。あ、マイク遠くなりました。ごめんなさい。もうこれぐらい大丈夫ですか。小僧の声が。これぐらい大丈夫ですか。あの声ならないけど声小さいんですよ。すいません。ごめんなさい。スイッチャーミキサーの方に触っちゃってました。すいません。すいません。多分相当落ちたかったと思います。ごめんなさい。よいしょ。美咲さん、僕お金なくなっちゃうんですけど僕お金なくなっちゃうんですけど、いやあれ、あ、イヤホン持ってきてないですね。持ってきてるよ。イヤホンつなぎません。いいよ。おお、完全にスルーされてると思ったら、え、演者みたいになっちゃうじゃん。演者じゃないんですか。当たらないあれっすよ、あの多分刺すやつ持ってきてるんで。どうしよう。え、今押しました。今押しました。僕の玉貸し、これなんて読むんですか。玉貸しでいいんですか。え、これ玉貸しでいいんですか。だって押せってコメントが来てたから。あー、なるほど。そしたらじゃあ僕このもうちょっとで当たりますよ。海物語、僕、撃ったことないんですよ、実は。一回も海物語撃ったことなくて。マジで撃ったことないです。嘘でしょそれ。いや、なかなか海物語撃つ機会もなかったんで。当たらない。いやあ、まあ、男は海なんですね。店長ボタン押した。店長ボタン押してほしいんですけど当たんないんで。最初は海よ。最初は海なんですか。最初はやっぱ海とジャグラー。海、あー、ジャグラーも僕今年入ってまともに打ち出したみたいな感じです。ほとんど今までジャグラー打たなかったんで。海ジャパン、これは海ジャパンの、あの、これ海ジャパンですわ。え、これ海ジャパンは当たりづらいってコメント来てたんですけど、これ海ジャパンですわ。当たりづらくはないでしょ。まあ99分の1なんでねいやー、将来後悔する生活してるかもしれないです。今はだいぶおとなしい。あれ、音来てません。大丈夫ですか。音聞こえてます。大丈夫。あ、あります。じゃ あれ大丈夫。大丈夫ですね。そうです、これアマデジです。
99分の1です。北斗無双打ってる。北斗無双放送できないらしいんですよ。あ、そうなんだ。知らなかったです。北斗無双できないんですよ。あ、リーチかかった。あ、頼む、当たって当たって。魚でねえと当たんねえから基本。こうやってふーふーってやるとけど、アマデジですよ。この通り過ぎるの何なんですかね。しょうがないんですけど。いやでも通り過ぎる方が、あの、波はいい。あ、波とかあるんですね。波があるんですね。波があるんですね。僕知らなかったっす。今日5000円買ったらもう、そうですね、美咲さんのバーベキュー。あれ、リーチって言った。あれ、俺の台じゃないや。俺の方だった。あ、そうですね。いやけど、あれっす。あ、変わった。あ、ボタン押すと変わるんだ。美咲さんお祭りですもんね。僕じゃあお祭りじゃないのにします。いや、僕ジャパンモードにします。いや、海物語はほとんど打たないですね僕。あ、パチンコで打つのサイボーグ009のアマデジと化け物語アマ、あと何打ちますっけ。そんなに打たないです。あとガロとかです。いや、モードで遊んでる場合かって言いながら、僕3000円なくなったんですよ。もう今日だけで8000円溶けてるんですよね。やっぱ放送外では打てないですね。リンクミスって、そうですね、一玉一玉が僕の生命線。あ、なんか何でもないな。え、スロットは5人6人で、みんなで連れ打ちしてる方がいい台を打ってるんですよ。ドラゴン花々の良さそうな台とファンキー、マイジャグラー、あとクレアももういい台を打たれてるんで、ちょっとどうしようかなってところです。あー、リーチかかった。当たってほしい。それエビは、はい、エビはもっとピチピチ動いてるとチャンス。エビって動くとチャンスアップとかあるんですか。エビはピチピチ跳ねてるとチャンス。そうなんですか。僕全然海知らないんで。けど昔ありましたよね、エビは熱いとか。エビは熱いとかなんか あったね、ありましたよね。あったエビ激アツとかねえだろ、そんなんねえだろ。息がいいとチャンスとか、めっちゃ笑われてますからね。え、俺の声聞こえてんの。聞こえてました。僕はイヤホンつけてます。あ、そうなんだ、はい、適当ばっかりって。先生、ちゃんとやってくださいよ。何やってるんですか。サメのリーチが多いのは不調だい。そんなことあるんですか。じゃあサメって何番ですか。カニ。いや、サメです。サメがどうしたの。サメ何番ですか。4番。4のリーチが多いと不調ですって。やばいっすよ。え、なんか、いや、気のせいですね。いや、僕なんか昨日の夜全然寝れなかったんですよ。寝れなかった。雨がすごくてうるさいんですよ、あの部屋で。おまけに穴が開いてるんですよ、天井に。気づいちゃったんですけど、天井に穴開いててポトッてたまに水が入ってくるんですよね。ちょっとお金とか貯まったら追加でトタンは買おうとは思うんですよね。あ、ダメダメダメ。え、今の女の可愛いっすね、マリンちゃん。じゃ、マリンちゃん。え、お祭りモールだとマリンちゃんですけど。今手前だったからダメ。あ、手前とかあるんですね。いや、俺も久しぶりに打ったわ。パチンコですか。うん、パチンコですか。うん、海。あー、いや、僕も海物語はまあ打たない。え、おう、僕の台リーチすらかかんないんですけど、どうしましょう。
マリンが憎くなってきたら本物、マリンちゃんはまだ可愛いですよ。景品ビニール傘、ビニール傘は昨日マスクドが置いてったのがあるんでそれ使ってます。このモードだとマリンちゃん見つけ、ああ僕浴衣の方がいいですね。プリンが出てきたらプレミア、プレミアって桃太郎電鉄のキャラクターなんじゃないんですかこれって。ああペットボトルの蓋いいですね。アマデジそうですね、平気で600とか余るんで。ああまあダイソンさんはダイソンさんですよ。はい、鍵穴グリグリすれば流れ、鍵穴グリグリしたら迷惑なんで100個のピンポン玉の中に1個の、ああそうですね、ダイドはとりあえず今4000円使って、うん、うん、まあまあちょっと使い切ってから考えます。まあまあいい感じなんでリーチがかからない以外は。いやークジラッキーなんてどこにいるんですか。クジラッキーな、あこれですかクジラッキーって、クジラッキーってこれで、えなんか金魚すくいしてる、これが落ちてきたら当たりでクジラッキー、そうそうそう、あこれリーチ、リーチかかります、何に石っすよ、タコですよタコ、めっちゃ炭生えてますもん、タコ、あ終わっちゃった、いやしょうがないです、しかもゼロ保留でした、すいません。やばい、普通にスイカと、これさ、なんで海打ってんの、シミ打ち、いや、海が一番良さそうだなって思っただけです。あなるほどね、あの稼働すごいじゃないですかスロット、まあまあまあ、打てないんですよ、なんか土曜日か日曜日かっていうぐらいお客さんいたらスロットコーナーも、いやなんか昨日もそうだったんですよ、やばいです、ちょっとみんな暇なのかな、いやかもしれないです、僕は暇なんですけどね。いやちょっとどうしよう、ちょっとどうしよう、楽しくなっちゃって普通に追加投資してます。でもまだあれでしょ、慎重に立ち回った方がいいんじゃないの、慎重に立ち回ってるつもりなんですけど、パチンコって打ち始めると一回当てたいなと思っちゃうんですよ、うん、あ閉店前のジャグラー狙いたかったんですけど、昨日閉店5分前までフル稼働です、はい、なんでちょっとクレアとかも打ちたかったんですけど、あの打てる気がしなかったですね、そのまま飲まれろ閉店くん、いくら使うの、今とりあえずしれっと4500円目、このままいくとやばいっす、いやよく養分思考でこの企画やってるなと思ったんですけど、いややばい回らなくなってきた、どうしよう、やばい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 、当てれば問題ない、スロット見に行こうってあるんですけど、スロットの稼働が本当にすごくて、なんか多分常連さんが良さそうな台はもうすでに狙いつけてるんですよ、で狙いつけてもう朝一ドラゴン花花マイジャグラー、あとはなんだ絆あたりから速攻で埋まってって、あ風呂は昨日銭湯行きました、気持ちよかった、暑そうじゃないですか、全然暑くない、あそうなんですか、いやすごいですね物語、俺もう間もなく5000円なんですけど、いや僕ももう間もなく5000円ですよ、分からんなりに釘って釘じゃないや、なんか良さそうな感じのやつは見てますけど、あれ止まった、ああれです、イーブンイーブンの交換です、そうっすね、今日やばいっすよ、イノシシ出てきた。どうしよう、アマデジ打ってかれこれもうちょっとで100回転なんですけど全然甘くないっていう雰囲気良さそう、いや回れば回れば甘いよ、
アマは。いや、いや回んなかったら手堅く負けるからね。ジャグラーの低設定と一緒だよ。いやだ、手堅い台を打ってるつもりなんですけど、うん、これどうしましょうね。やばいっす。じゃあ冷静に考えると100回回したら 50% ぐらいで当たるはずなんですけど。ハンマー持ってガロ行こうぜ。行かねえっすよ。何言ってるんすか。ハンマー持ってガロ行かないっすよ。やばいっす。これじゃ僕この海物語打てないです。5000円打って64回転から始めて今150回転なんで、ふう、ちょっとあのコメント読んでてもらってもいいですか。コメント読んでてもらってもいいですか。俺があの僕ちょっと俺がね徘徊してきます。はい、かしこまりました。はい、これはちゃんと持って、だそうです。はい、すいません。だそうです。いや、ちょっと遊びに来たつもりなんですけどね、いきなりマイクを渡されました、今日は。まあまあまあ、たまにはね。でも2日目で海って割とこう攻めてるよね。俺だったら絶対打たないもん。ハイエナとかしてた方がね、いいっすよね。いや、ギャラはいらないっす。なんかここに来た時点でギャラは発生しないんでって第一声で言われたから。全然 OK。 今はね台を探しに行ってるところだと思います。自分なら羽打つ。まあね、そうっすね、羽の方が手堅いというか、だからなんだろう、パチンコの方がある程度こう目で見て勝負できるっていうところで選んだんじゃないですかね。いや、パー君ね、プライベートは割とガチな立ち回りしてる子なんで、本当ならスローで立ち回る方がいいんじゃないかなっていう気がするんですけど、またね、稼働がいいっていうのは実際そうなんですよね。あとはやっぱり打たなきゃいけないっていう、本来ならね3万円あれば別に打たなくてもね生活できるんで。俺の台ねどのぐらい回ってるんだろう、どのぐらい回ってるか、数えてないんで分かんないですけど、ここだけの話全然回ってねえ。まあけどね、なんかうまそうなこう若い子っていうんですかね、っていう人も打ってたりするんで、多分ちゃんとこうメリハリがついてる感じなんじゃないですか。俺別になんか回るから打ってるとかそういうんじゃないんでね。ああ、当たった当たった当たった。ありがとうございます。ありがとう。66、小06、小06。オッケー。